マユがやっと分かってくれた。だからもういちいちマユにあれもこれも買うのはやめる。あのクリスマスとかそういう日はなんか買うけど、それ以外にもうこいつに一切買わない。うん、もう騙されないっつうか、もう都合いい男にならない。うん、その話をしました。今でちょっと前も拗ねたりしてたんだけど、今までの男はね全部買ってくれたって言うんだけど、俺今までの男と違うし、キャバクラで何十万もそんなに使うような男じゃないしっていうのをちゃんと話しました。納得やっとしてくれたね、まゆ。納得してくれたよね。うん、うん、いや納得したよ。で購入品、まゆちゃんちょっと着替えてくれる？ごめんね、あふかいあれけど。え？今日買ったワンピース。だってさ、ムチムチなんだもん。着てくれない？ちょっとちょっと見たい？本当にはずい。で、4万5千円のワンピース、半額で2万いくらだったから、結構高くない？ワンピース2万いくらって。まあ、わかんないよ。女の子は普通なのか知らないけど、高い。で、その、スナイデルのワンピース買ったんだけど。違うよ、フレア ID だよ。あ、フレア ID。あの、ミサミサと一緒系と。うん。あの、ミサミサみたいな感じ。でいつも短パン履いてるから、あの他の服着てほしくてさ、俺個人的にあの露出が少ない服が好きで。ああかりちゃんどーん、ありがとうす、ありがとうね。あかりちゃん、あかりちゃんフォローするわ。センキュー、ありがとう。見たい？で多分それ着たらすごいワンランク上の女に見えた。いつもなんか子供っぽいじゃん。ショータイムだぜ。なんかすごいよく見えた。あ、ななみちゃんありがとうございます。ちゃんと自分のために使います。あ、見つがないかな。まあ服ぐらいはまあ許容範囲かなと思って。うん、許容範囲かなと思って。眼科、いや普通に可愛いと思うけど。でもお腹苦しいんだよな。選んであげたの。いや、あの前が選んだ。うん、いやもうそういうねギャンブル的なのは言ってないんですけど、そういう噂がもう立たないようにします。皆さんスケジュールお願いします。あ、140ナイスあります。もうすっかりオワコンなんで、あの数少ないリスナーさん大事に、仲のいい配信目指します。あー、ありがとうございます。すいません。でも俺が最近ムカついてるやつが一人誰だと思う？ちょっと悪口言ってめちゃくちゃムカついてる。知らんかな、ブロックに。あ、あかりちゃん5倍ありがとう。ありがとうね。ね、知らんがなって何号？ちょっとブロックするわ。パパ？で、パパって呼ぶんだよ。それもなんか。可愛いかな？ちょっとパパ見て。でそれ パパってそれ、聖児じゃないんだから。パパって呼ぶんだよ、最近。可愛い？ねえ。あかりちゃん。で、パパって呼ぶんだけど。で、来て。どう？可愛くない？どう？こういう服の方が似合うと思わない？かわいい。あの短パンとかよりもちょっと夏っぽくていいじゃん。じゃあ、胸がパツパツなの。こういうウエストはあれだよ。こういう服の方が絶対に似合うと思う。フレア ID かわいいよね。まあでもあのあれだよ、あのちゃんとメイクしてるときはフレア ID だよ。かわいい。あー、10個。ななみちゃんありがとうございます。ななみちゃんありがとう。ななみちゃんありがとう。かわいいでしょこれさ。フォローする ね, ね, ね。ドレスコードにも悪くな い, いドレスコードあんま分かんないけど、あの似合う、あれ
なんかちょいいところのご飯屋さん行けるくない？うん、そうなの？うん。パツパツ？似合ってると思うけど、俺はこういう格好のが好き。うん。太ったよ。正直。だから。これ後ろ閉まるの？閉まってる。あ、閉まってるの？うん。後ろはこう開いてるやつなのか。そう。可愛いでしょ。じゃあそこはそのここで終わりなの？あ、そう。じゃあこれ XS でさ。で帽子もかぶってごらん。うん。帽子も。これに帽子合わないよ。これに帽子合わないよ。あ、でもこの帽子も買いました。この帽子も買ってあげました。後ろも可愛い。これ5000円。合わないけど。で、あのプラダの帽子とネックレスは買いません。残念なことに。うん。で、そんな拗ねても買わないから。さすがに。うん。やばいな、ちょっと。俺、あの、お前に見つぐために配信してるわけじゃないもんで。プリンセスだって。うん、あ、ナナミちゃん、ありがとうございます。すごいわ。ありがとう。ありがとうございます。ナナミか。で、着替えるね。ちょっとこれ苦しいわ。うん。飯食って。太りすぎってこれで太ってたらどうするの？ふわっちの女の子。ただのデブってどうするの？あーで俺今めちゃくちゃムカつくやついて、ムカつくとか気持ち悪いなって思うのが、あのまあまあいいけど悪口じゃないけど、最近ねふわっちで一番ねちょっと際立ってるなぁと思う子がいるんだよ。いやパルとかじゃなくて、まあ、パルはまあもう何も言われたくない、同じことしてるから、まあ、それでいいんだけど、あのワンワン、俺前からも言ってるんだけど、ワンワン最近あのアツシとオフパコしてるんだけど、もう東京に来たはいいけど歌舞伎町のアパホテルでもう最近だけでスネ夫とアツシとオフパコしてるじゃん。もう気持ち悪くて仕方ないんだよ。で俺は誘われたけどしなかったんだけど、あれ何してるの、あれ気色悪い。まず嫉妬？嫉妬じゃないよ、気持ち悪くない？で善逸もしてるじゃん。オフパコ男とやりに来てんだよあれ。で誰でも拾ってアパホテル呼んでやりまくってる。じゃあゼロワンはなかなか相性が良かったってワンワンと言ってたじゃん。でもワンワンはゼロワン気持ちくなかったって。俺人のこと言えないって。俺言ってたから。マイトしかしてないじゃん。いや別にって女として気持ち悪くない？昔のお前とか。まあそうか、でも女だよ。男ならまだしも女で次から次へとパコ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 だよ。どう思う？男がさやりまくるな、まだしもさ、女が次から次とっかえ引っかえだよ。でも別にって言ってる人、女なの？そんなやりまん擁護するんだ。マジね、やりまんほど価値がないって俺は思う。男も女も一緒なの？そうなの？女もやりたいの？俺のイメージは女の子は好きな人にしか体をあのなんつうのかな、あの捧げないと思ってた。俺はね。で男は別にやるだけだからいいし、女はやられる側だから、そんなやられてら嫌じゃないの？本当やり回しかいないな、ふわっち女配信者って。いやあのくまちゃんもそうでしょ、あのなんか入れてたんでしょ、それ経験ある人いる？ゆきんも入れてる？あの
中出しできるように、あの中にあのリング入れてる人いる？なんか調べたらあの当たるらしいんだよ。アワオメも入れてるか、どうなの？それ入れてる？どうやって入れるの？あ、シュートするの？ナイスありがとう。あ、リング入れて妊娠したんだ。あのちょっと笑っちゃったのが、あの昨日の夕方かなんかのパルパルの配信でくまちゃんと30分ぐらい放送してる時に、あのシャワーで入りたてであの髪の毛濡れてたのが面白かった。こうやる気満々だなと思って、そしたらなんか案の定やったらしくて、ちょっと知らんがね、やめてよお前。しっかりな、髪の毛すごい濡れててさ、うん、見た？羨ましい？眉いるのに。羨ましくないよ。前に捨てられたってリスナーさんいるし、羨ましくないよ全く、うん、お前も 何に興奮するの？だからね、あのいいこと聞いたと思って、あの眉にね、あのそのリングをちょっと、あれは何、副作用あるの？その妊娠リングみたいなやつ。いいなぁと思って。あの副作用、ピルとかって副作用あるしな。副作用ないなら最低、いや副作用ないならいいじゃん。ナイスありがとうね。5年に1回交換。痛み出血じゃあダメだね。うん、ナイス。いや、リングは絶対にやらせない。うん、俺は眉に絶対にリングとかはつけさせない。うん、それは決めている。でも中出ししたい、中出ししたいって言われるんだけど、中出し子供できたら産めばいいじゃんとか言って。いや、そんなこと言ってないわ。言ってたよ。言ってないよ。言ってたじゃん。やめてよもう。いつ言ったの？本当にこういうなんかヘイト向けてくるよね。だって言ってたんだもん。いや、ブリッジさん本当にそんなこと言ってないよ。ピル飲めばって前言ってたよ。言ってないよ。飲まないでっつったじゃないか。違うよ、ピル飲めばって言って、じゃあゼロワンの誕生日前そっからピル飲んであげようかって言ったら太るしいいよって。うん、だからいいよって言ったじゃん、飲まないでって。で、ま、生理いつ中出ししたいからって言ってたじゃん。違う違う違う、俺のはこれね、男ならわかると思うんだよ。男ちゃんと聞いてくれる？女はいいよ別に軽蔑されても。でも男は分かってくれると思うんだけど、男聞いてくれる？ちょっと男リスナーさん聞いてくれる？あの男ってそういうシチュエーションが好きじゃん。だからあの出していい、出していいって言って、うんって手だけ言ってくれたら外に出すんだよ。それ分かる？うん、どこに出してほしいのとかって聞いて、で出してって、それだけでいいんだよ。そのやり取りが欲しいだけ。わかるでしょ？うん、で別に外に出すんだよ。中に出さなくてもいいんだよ。そのさっきさ、アウトレットから帰ってる車の時に言ってたじゃん、次生理いつ中出しできるねまたとかって。あのさ、人がイベント頑張ってる時にアイテム飛ばなくしたいの？何がしたいの？邪魔したいの？そう思わない？俺を落として落としてさ、ちょっと頑張ろうかなと思って、挽回しようかなと思ってつけて、アンチなの？だから下げまんって言われるんじゃない？
じゃあゼロワンが不利になることは言わない。いや、不利になることって別に生理の時に出してもいいんじゃないの？よくないじゃん。ダメなの、みんな。それは気をつければじゃ認めて、うん、それダメなの？ダメ？あ、じゃあそれも気をつける。うん、ダメ？じゃあもうそれもやめる。ごめんね、最初に言って。うん、じゃあもう全部いいな、あとあるなら。え、うん、あるならいいね。言わないよ。いや、言っても先に全部なんかあったら嫌だから。あかりちゃんがもうアイテム投げなくなっちゃったじゃん。